私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。二宮和也は宇宙飛行士になれる？身長制限は168センチでクリアも3年以上の実務経験。項目は嵐を20年は実務にならないかな。告白にファン大興奮。ジャニのチャンネルではそんなマイファミリー最終回の裏側を公開。サンドイッチを頬張りながら台本を読み込む姿、撮影前のルーティン、ドラマへの思いなどが映し出されている。二宮和也、マイファミリー、最終日の裏側を大公開。二宮が主演を務めた日曜劇場、マイファミリーの最終回が6月12日に放送され、世帯平均視聴率 16.4%、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区個人平均視聴率 10.3% と優秀の美を飾った。俺の海は全部良い、だから。2020年7月の VS 嵐では海の思い出をテーマにトークを展開。嵐は1999年にハワイ沖のクルーズ船の上でデビュー会見を行ったこともあり、相葉雅紀39は嵐といえばハワイの海でデビューしたから、あのハワイ沖ですか、と切り出した。メンバーもあれ怖かったよね。こんななりながらね、と揺れる船を再現して懐かしむ中、相葉が、二宮酔っているしさ、と二宮が船酔いしていたと暴露。これに二宮も、俺の海は全部良い、だから、と話し、スタジオの笑いを誘った。VS 嵐の前身番組、嵐の技あり。では屋形船から放送をしたこともありましたが二宮さんはぐったりしていましたから、ね。かなり船酔いしやすい体質のようですから、宇宙にいざ行ったとしても、ずっとぐったりしている可能性もありそうですね。二宮の宇宙進出は永遠に実現しない？宇宙に行くには三半規管が厳しそう。二宮のトークに、リスナーからは、宇宙飛行士という職業の、国民に夢と希望を与える、という役目の上では、嵐のはこの上ない実務経験、嵐の20年は宇宙の役に立つよ笑い、身長大丈夫でよかったね嵐の20年は実務にはならないかな。身長と実務経験気にする二宮くんかわいい、といったコメントが SNS に寄せられた。また、身長制限にドキドキする二宮くん WWW 実務経験要件に果たして嵐の経験が該当するのか WWW な二宮くんの場合、宇宙に行くには三半規管が厳しそう。酔っちゃう、そっか、ニーノちゃん三半規管弱かった、ダメじゃん宇宙だと宇宙酔いしちゃう、といった声も上がっている。嵐の20年は確かに立派な実務経験になるでしょう、ね。ただ、新たな JAXA への応募要件で身長の壁をクリアした二宮さんですが、三半規管がかなり弱いらしいんです。以前、ザ・鉄腕、ダッシュに出演した際にも自ら弱いと告白したこともありましたし、二宮さんの乗り物酔いの話はメンバー間でもネタにされているほどです。嵐の二宮和也39が6月26日放送のラジオ番組ベイスタルムベイフムで宇宙飛行士になる条件について語った。この日の放送ではリスナーからの JAXA の宇宙飛行士候補者募集で書類選考を通過しました。今回の募集では身長制限など応募要件が少し緩和されたため、長年で憧れであった宇宙に行ってみたいという思いで応募してみましたというメッセージを紹介。二宮はすごくないですか？もちろん宇宙飛行士になりましたっていうのはとてつもないすごいことだってわかるじゃないですか。我々ですら。でも候補者になっただけでもすごいですよね。と感嘆した様子。宇宙飛行士になる条件について、身長制限など応募条件が少し緩和されたためって書いてあるから、なんか、俺ギリいけないんだろうなって思っている。多分175センチが170になったとかなんだ、きっと。そんな誤差みたいな緩和されても、と、身長168センチの二宮は悲観的。番組スタッフから応募の条件を見せてもらうと、応募条件は、
2021年度末、2022年3月末時点で3年以上の実務経験を有すること。なんかあるんだね、とし、新長。申し訳なかったですね、翔。私の考えがひん曲がってました。条件にありました、身長が 149.5 センチから190.5。女子も男子もいるからってことなのかなー、とコメントした。さらに、あとはもう俺らいけるんだと続けるとスタッフからいけませんよ。応募していってだけですから、と突っ込まれる場面も、実務経験ってところも、ちゃんと。ダメ、嵐を20年は実務にならないかなー。という二宮に、スタッフは、すごい実務だと思いますけれども、とフォロー。最後には、実務ではあるんだけどね、何のかはわかんないね。そう考えると、リスナーは、すごいなぁ。経験としては、めちゃくちゃいいですよね。宇宙に、行くのかな?と、改めてメッセージを送ってくれたリスナーを称賛した。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。